現代の野球界では150キロはおろか160キロを超えるストレートを投げる投手が多く存在し、それに応じて平均球速もどんどんと上がっています。そこで今回は2022年の平均球速ランキングを10位から順に発表していきます。それでは早速第10位、ライデル・マルティネス、平均球速 153.5キロ。2017年に中日と育成契約をしたマルティネスは、翌2018年に支配下契約を勝ち取ると2020年に161キロを計測。そして2022年シーズンも最速160キロを計測し、28試合連続無失点を記録するなど好投を見せています。続いて第9位、エドウィン・エスコバー、平均球速 153.8キロ。2019年6月9日の西武戦で左投手として最速タイとなる160キロを記録すると、2021年に163キロを計測。そして2022年シーズンも158キロを記録するなど活躍を見せています。続いて第8位、ジャリエル・ロドリゲス、平均球速 154.1キロ。2022年シーズン、又吉の移籍、祖父江の出遅れもあり、中継ぎに回ったロドリゲスは160キロを計測するなど、8回の男として中日を支えています。続いて第7位、藤浪晋太郎、平均球速 154.3キロ。藤浪は2020年に162キロを計測していますが、この年の平均球速は 151.9キロ。そんな中で2022年シーズンは最速が159キロと160キロには届いていませんが、平均球速は 154.3キロ。また2021年シーズンの平均球速が152キロということを考えても、藤浪が復活してきていることがわかるのではないでしょうか。続いて第6位、千賀滉大、平均球速 154.6キロ。2022年シーズン5月13日の日本ハム戦で自己最速を更新する164キロを計測。平均球速 154.6キロと先発投手として平均球速が155キロに迫るというのはものすごいことです。続いて第5位、平良海馬、平均球速 155.2キロ。2020年シーズンの平均球速が154キロ、2021年が153キロ、そして2022年シーズンは最速160キロを記録し、平均球速 155.2キロと安定かつ球速も徐々に上がってきています。続いて第4位、チアゴ・ビエイラ、平均球速 156.1キロ。日本最速となる166キロを計測したビエイラの2021年シーズンの平均球速は 156.1キロ。2022年シーズンも平均球速 156.1キロを記録していますが、登板数は少なく、さらに2軍で左のすねを骨折し、今季絶望となっています。続いて第3位、タイロン・ゲレーロ、平均球速 156.6キロ。2018年メジャーリーグマーリンズで104マイルを記録したゲレーロは、2022年からロッテに移籍。そして2022年シーズンは開幕戦で161キロを計測し、球団最速記録を更新。その後7月9日のオリックス戦では危険球となりましたが、163キロを計測しています。続いて第2位、甲斐野博士、平均球速 157.0キロ。2019年に65試合に登板するも、その後右肘の故障に悩んだ甲斐野でしたが、2022年は初登板となった6月17日に160キロを計測。平均球速が157キロを超える甲斐野の完全復活に期待です。最後に第1位、佐々木朗希、平均球速 159.2キロ。2022年4月10日のオリックス戦で完全試合を達成した試合の最速は自己最速タイの164キロ、そして平均球速は驚きの 159.8キロでした。また5月20日のソフトバンク戦では自己最速タイの164キロを5回叩き出すと、平均球速は驚異の 161.1キロ。ちなみにメジャーの先発投手の平均球速の最速は 158.8キロ。佐々木朗希は 159.2キロとメジャーと比較してもトップの数字を叩き出しているのです。佐々木朗希の平均球速が160キロを超える未来も近いのではないでしょうか。以上でプロ野球平均球速ランキングの紹介は終了です。
今後速球派の投手がより多く出てくることに期待し、この動画を終えたいと思います。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。